はい、おはようございます。朝ですよ。寒いですね、今日は。もう秋ですから、はい、寒いですね。秋といえば秋イカですね。秋イカですね、秋イカといえば。皆さん、それよりこの髪型見てやってくださいよ。韓流スターですよ。間違っちゃってますもんね。ただのジャガイモですから。チャラついちゃってすいません。すいません。で、今日の企画は、まあ秋イカといえばですよ、お気づけ。これ、めんつゆね。これをいっぱいジップロックに入れて、その中にイカを。これだけなんですか。これだけでいいでしょ、まず。とりあえず初めてなんですよ。食ったことあります？ないですないです。やったことないんで、ちょっと今期やってみたいなと思って。ですごい美味しいって言うんで、みんな。聞きます聞きます。ちっちゃいのがなんかいいって言いますよね、美味しいって。すぐ染みそう。ああ確かに。あ、そういうことか。染みた方が美味しいっていうことですね、うんうん。おでんと一緒。はいはい。勝手にサバってみ。移動してきました。移動してきましたよ。もう潮が来てますね。はい、たーはーい、来ましたよ来ましたよ。はいはいはい、走るまい。さっき当たってましたもんね。来ましたよ。いいっすね。いいサイズじゃないですか。いいサイズ。あ、ほんとね。これ気づけサイズじゃないですよ、マーク。よっこいどっこい、よっこいどっこい、よっこいどっこい、よっこいどっこい。いいサイズじゃないですか。いいサイズのおきちゃんです。ねえ、ちょっと測ってみましょうか。これもうそのまま行きましょう。さっと、はい、おはようございます。おはようございます。はい、あー、いいですね。おー、いいですね。ちょっとつゆ足りないな。つゆ入れちゃおうかな。あ、ほんとだ。ちょっと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 気持ちはわかるけども、よしよしよし、よしナイスナイスナイス。いやー、やったっすね。よかったー。あ、勝手にー。はい、サバでーす。ダダダンダダンダダン。連発じゃないですか。ちょっと気がつかないよ。ちょっとちっちゃいですけどね。お気づけはね、ちっちゃい方が美味しいらしいんで。いやー、いいですね。はいはい、どうぞ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 。はい、いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。ちょっと口がそんなやぶこいっすよ。まただーめ。あ、そう、違う、全然どがん違う。ツーってきてますから。大きいかですね。わあ、またいいサイズやん。バッチリ合わせとんね、これ。なんでそんなすっと？なんでそんなすっとよ。なんで食べさすっとよ、これ。なんすっとよ。話が違うやんか。しょっぱいやんか、めちゃくちゃ。なんでそういう風にするよ。朝からよ。はい、マー君のポイントを横取りしました。ヨウズリのサンゴ、アオリキューロングキャストですね。塩がね、効いてるらしいんですよ。ちょっとね、水深がここだけあるんですよね。えぐれてる感じなんですよね、地形的に。マー君が今、炭をね、顔につけられた炭を吹いてるんで、その間にね、ポイントをね、横取りしてイカを釣り上げようかと思います。チェンジ、エギチェン。
おいしょい、おったねおった。マー君だけにいい思いはさせんよ。もぞっとったね、もぞもぞってきたね。よいしょ、出ました。アピールマスターですね、サンゴ、ラトル、グロスね。よっしゃー、たよー、ちょ、測ろう。あ、ちっちゃい、400。まあ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 。お疲れっす。よかったっすね、移動して。大正解。あ、でも、移動して正解です。まあ今回はね、お気づけ、お気づけ。作ってみようと。今からこう作り、つけとくんでしょうか。とりあえず1日寝かしますんで、釣った人がさばくんで、はい、とりあえずまあ1日寝かしてマークにさばいてもらう。まあそちらの動画もね出していきますんで、はい、よろしく。今回は、今日はここまで。はい、いつものごとくチャンネル登録、高評価、ベルマークですよ。ベルマーク、ベルマーク、はい、ベルマーク押すと来ますから。あ、リルリ来たよ、動画出したよっていうの、そこそこお伝えしたい。はい、ぜひお伝えしたい。出したよっていうのをお伝えしたいんだ。お伝えしたいですね。はい、皆さんよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。